キンプルゴールデン SP は87%、ザ・セカンドは60%。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。22日で平野市要26、岸優太、二27、神宮寺優太、二25が、脱退する男性5人組ユニット、キングピンスの冠番組。 キング・プンズル。キンプル5756の2時間スペシャルが20日、日本テレビで放送され、平均世帯視聴率は87%ビデオリサーチ調べ、関東地区だったことが22日分かった。個人視聴率は56%だった。2021年に単発番組としてスタートし、翌年1月からレギュラー化。 通常放送の最終回は13日に放送されており、今回は初めてゴールデンタイで2時間放送され、集大成のラストとなった。また、同時間帯に放送されていた結成16年目以上の芸人が対象としたお笑い賞レース、ザ・セカンドから漫才トーナメントから5700、は4時間超えの生放送で、平均世帯視聴率は60%。 個人視聴率は37%だった。初開催となったザ・セカンドでは結成19年目のコンビ、ギャロップが初代王者に輝いた。コメント。4時間テレビ画面に釘付けにさせておくのは難しい。番組自体は面白かったけど TV アロラーをけてみた。一組のネタをじっくりとカンセル、披露する。 方式も審査方法も間違っているとは思わない。だから今回の良かった点、悪かった点をブラッシュアップするんだろうけど時間の問題になるとなかなか難しそう。キンプルは録画してみました。初めて見たし全員の名前と顔が一致してない新参者ですが楽しかったです。 方向性が違っただけで暗くを共にした同士のような間柄ですし、時間を置いてまた新たな関係を築いていってほしいと思います。5人の幸せを願います。漫才コンテストの体でおじさんたちがワイワイやってるのを眺めて楽しむ番組でしたね。だから誰が優勝したとか、採点がどうだったとか、時間が長かったとかは割とどうでもいいですね。 ザ・セカンド、数字はいまいちだけど面白かった。ネタの披露中だけでなく、マックやアンバサダーとのやりとりも M の1位ほどピリピリしてなくて見てる方も楽しくなりました。松本さんや東野さんの突出した話術も堪能できました。今後もあるとしたら放送時間短縮以外は芸人さんをじっくり見せる今回のスタイルを踏襲してほしい。 他の大会にあるような女子アナや女優のわざとらしいリアクションインサートは不要です。自分は TV アロダー漫才以外の部分は早送りで見たが面白かった。YouTube、サブスク、TV アロノップド、他したような動画サービスがある中、リアルタイムの視聴率にどれほど意義や経済効果があるのか知りたい。ザセカンドは面白かったが、とにかく4時間は長い。 M の1でさえ3時間なのに4時間は、さすがに疲れる。もちろん最初だか張り切ったのかもしれないが、次回からは2ケラ3時間でやってほしい。テレビ視聴率が全体的に低迷している時代、大型お笑い小番組の数字を上回ったのは、キンプリ頑張ったのではないでしょうか。キンプル、声を出して笑ってしまうくらい面白かったので、ラストなのは残念です。 お笑いのショーレース。だんだん増えて M の1ですら価値が下がっているように思います。キンプルに対抗する必要があったのかもしれませんが、生放送で4時間は長すぎるね。セカンド6%か、そういう意味では多くの人がもったいない気がする。トバーで配信しているみたいだから、ぜひ見てほしいね。